しぶりだね。おはよう。今日は何する？キャッチボール？そんなことするわけないでしょ。そうなの？じゃあデートの練習？あ、そうだ、最後に起動した時に行ったレストラン、あそこ雰囲気良かったよね。あの子どうなったの？ちゃんと思いは伝えた？売るんだよ。え？お前を売ることにした。それで今日起動した。こんな15年の型落ち品、誰か買う人いるの？一体どこで売るのよ？ジャンクヤードマーケット。ジャンクヤードマーケットか。私も落ちたもんね。こうしちゃいられないじゃん。あそこはクロートばかりが集まる場所だよ。早く準備しないと。それは心配ない、任せてよ。で、いつなのそれ？今度の土曜日だけど。じゃあ時間ないじゃん、急いでよ。大丈夫だから。あのナースロボットがあそこに。ああ、そうね。見て見て、スパイロボットまでいるよ。なんだか私、場違いのような。そんなことはない、他のロボットに引けを取らないよ。そうかな。じゃじゃーん、どうこの仕上がり。なんか恥ずかしいんだけど。いやー、見違えるようだよ。なんせ徹夜で修理したからね。どうだか。それじゃあちょっと他のブースも見てくるよ。え、ちょっと一人にしないでよ。じゃあ店番よろしく。お客が来たらどうすんのよ。もう勝手なんだから。どうしたの？迷子？君、かわいいね。あ、ごめん、痛かった？これ、だいぶカスタムしてる。君、よく知ってるね。その通り、この腕はカスタムタイプだよ。もっと、詳しく見てみる？軽い、そしてスムーズ。すごい。マスターが野球好きでね、いい球を投げるためにカスタムしたのよ。何？何？柔らかい。あのね、後ろはどうかな？ちょっと、いい加減にして。漏電？そんなわけないでしょ。子供だからって何でもやっていいわけじゃないでしょ。何？スマホなんか取り出しちゃって。人の話を聞きなさい。ブレインユニットをオープンします。機能停止。アプリがうまく作動した。メインメモリに何か大きなデータがあるな。しかもロックされてる。ブレインユニットは異常なしか。なんで漏電なんか。再起動します。おはよう、今日は何する？あれ、ここはどこ？なんで？ああ、思い出した。だから子供だからって。よう、戻ったよ。遅い、何してたのよ。いや、まあ、いろいろね。その子は？お客さん？多分ね。いや、何か気になるところはあるかい？そうですね、例えば目元の修復が雑ですね。本当なら専用の接着剤を使うべきです。あと、胸とお尻のスキンに空気が入っています。もう少し丁寧に仕上げるべきです。よく気づいたね。さすが。騙すつもりはなかったんだけどね。これだけなら自分でも直せます。それで、いくらですか？この値段でどうだい？え？この値段でいいの？じゃあ、買います。現金が必要だよね。取ってくる。あとバッテリーも、絶対漏電してるよ。売れたよ、よかったね。お前はそれで平気なのか？今さら？それはもう10年以上一緒にいるんだし、平気なわけないじゃない。そうだ、データを初期化しなくていいの？
ああ、そうか。でも遠慮しとく。あの子にやってもらうよ。一体何なの？もう。しょうがない。あの子が来るまで思い出話でもしてよ。覚えてる？5年前の春に河原でキャッチボールをしていた時。ああ、散歩していたおじさんに当たっちゃってな。こっちが悪いとはいえ、あんなに怒らなくてもな。私、その時スリープしてたんだよ。ええー、ずるいな、いつも。いつもって何よ。あ、メインメモリーのデータ、ロック解除できた。画像、映像データ。あれはね、ヨーグルトを一さじ入れるんだよ。コクが出るんだ。そうなんだ。覚えておくよ。ねえ、お金は持ってきた。でも、売るべきじゃないんじゃないかな。何の事情があったかは知らないけれど、もし一時的な感情で判断したなら、もう少し考えてみた方がいいと思います。それに、今のバッテリーでも十分長持ちするんじゃないかな。ありがとう。何が、ありがとう、なのよ。言っちゃったじゃない。ああ、リサ。何？帰ろうか。今更。これ待って。え、何？謝ってって言ってるの。なんで？いいから。ごめんなさい。まあ、売れ残ったんだし、しょうがないよね。